7月ですが、天気がそこそこいいので、オープンにして走っています。今回は、冬にオープンにすること、窓の小ネタと水温について話してみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ヒロドアです。まず、冬にオープンにすること、ありかなしで言ったら、ありですね。冬のオープンもいいですよ。気持ちいいし、楽しいです。オープンカーは、夏が楽しい乗り物だと言われるのもわかります。ですが、快適にオープンを楽しめる時間帯というのが、どうしても限られてしまいます。特に日中の気温と日が高い時間帯は、とにかく暑くて命の危険を感じます。高温多湿の環境で直射日光も当たり続けるのはまずい。でも朝や夕方、夜は最高ですね。涼しくて風が気持ちいいです。じゃあ日中もクーラー使えば意外といけんじゃね？って思うかもしれませんが、難しかったです。冷気は瞬く間に熱い空気と混じり合って、全く涼しさを感じさせないっすわ。でも、この時期だったら、天気さえ良ければ、時間を選ばずオープンし放題ですよ。クーラーが効かなかったら、暖房も効かないんじゃないかって思いますけれど、これがなぜか意外といい感じなんですよね。強いて例えるなら、ぬるめの温泉に浸かってる感じ。ヒートシーターと併用するともっと快適だと思います。というわけで、オープンは冬も楽しいですよ。今回の動画はこれに全てが詰まってます。ごめん、ちょっとテンション上がりました。新潟にしては天気がいいのと、雪がなくて快適だったので、つい。冷静に自分の服装を顧みれば、防寒はしっかりしてますね。ちょっと装備品をお伝えすると、膝掛け装備してます。そんな生地の厚いものではないですけれど、やっぱりあった方が快適ですね。あと、ネックウォーマーも装備してます。僕は首が冷えやすいので、オープン時に限らず、この時期は外出するときは必ず、あと、寝るときとかもつけてますね。手袋はつけてません。必要ないというわけではなくて、運転しやすいグローブを見つけられていないのが大きいですね。あった方が快適なのは間違いないです。帽子は厚みがあって風を通しにくくて、耳は半分くらい隠れるものを装備しています。コペンの場合は頭頂部に風が当たるので、帽子は着用していますね。僕の場合はサンバイザーを撤去しちゃっているんですけれど、こうバイザーを上向きに跳ね上げるようにすると風の巻き込みを軽減できるっていう話もありますね。あと、風の巻き込みを軽減するのであれば、クォーターガラスを上げる方法もあります。コペンでいうクォーターガラスは、窓ガラスの後ろにある小さい三角窓のことです。新型コペンにはなくて、旧型コペンだけの話にはなるんですが、通常オープン状態では窓ガラスだけ開けることが可能なんですが、ルーフロック部分にスイッチがあって、あのスイッチを押しながら窓の開閉スイッチをさらに閉じる方向へ引き上げるとクォーターガラスも上がります。ちなみに運転席側と助手席側とそれぞれ独立したスイッチなので、上げたい方のスイッチをそれぞれ操作してやる必要があります。上げると違いはこんな感じです。風を巻き込む位置が少し後方へ行くので、ちょっとだけ肩や首周りへ風が当たる量が減ったかな。まあ、旧型コペンのちょっとした操作ネタですね。あと、水温の話なんですが、夏場にコペンの水温が高いっていう話があるんですけれど、僕のチャンネルでも水温対策の話題を取り扱いました。で、
水温が高いのは夏場にこうしてオープンにしてもらっても暖房をしっかり効かせたいことも理由の一つです。今日は風が強くて海も白波が立ってますね。吹き流しも真横に近い角度で流れてます。何だったっけか。あ、そうそう、ガソリン車の暖房をざっくり説明すると、冷却水からヒーターコアで熱交換をして温かい空気を出しているので、冷却水が温かい方が暖房も温かい風が出るんですよ。旧型コペン純正のサーモスタットの快便温度が82度で、これを装着していた当時の水温が OBD からの読み取りで86度くらいだったんですよね。このくらい暖かければヒーターを全開にしても80度を下回ることはないと思うんですよね。で、僕の場合はサーモスタットをダイハツのストーリアクロス4用の純正部品を流用しています。これの快便温度は78度で、今 OBD からの読み込みで81から82度で安定しています。あ、ちなみに今日の気温は3度くらいです。前方の信号が赤になってアクセルオフの空走距離が多くなると79度まで低下しますね。その後完全停車してからしばらくすると85度くらいまで上昇したりします。補足ですが、快便温度82度設定というのはよくある設定だそうです。快便温度の設定は76から86度あたりにされているのが一般的なようです。僕個人の考えは、このくらいの水温が適温の範囲内の加減に近いと思っています。冷却が十分機能しているので、冬場だけはラジエータークーリングパネルを取り外しています。まあ、この時期につけているのとつけていない場合とで水温に明確な違いはないので、僕のこだわりみたいな感じですね。というわけで今回は、冬のオープンは意外と快適、旧型コペンのクォーターガラスの小ネタ、水温についての話でした。それじゃあまた。